耳から学ぶヨガナンダ氏の教え 5-2 宗教の科学化 2 聞き物語真理についての明確な理解を求めよ。物質科学においては全てが明確な概念に体系化されています。ある結果を得るには特定の2つの物質を結合させるとか、または2つの物質を特定の方法で結合させるなど、 SRF の大師たちはなぜ神を科学的方法で求めなければならないのか、そしてその科学的方法とはどんな方法かについて説明しています。この教えは実行することによってあなた方に明確な理解を与えてくれるでしょう。霊的法則について本で読んだだけで終わってしまう人がいますが、それでは真の自己を知ることはできません。真理の教えは自分の生活の一部として実践しなければ意味がありません。ほとんどの人は宗教を本気で考えていません。そしてそれを空想と神話の世界に閉じ込めています。インドでは宗教を生活に密着したものとして教えています。ですから我々は分かった神についてはいずれそのうちに考えようなどとは言いません。我々には今すぐに神が必要なのです。科学と宗教とは互いに手を携えていくべきです。科学的研究の結果は全て明確で理論と実証に裏付けされていますが、宗教の場合はしばしば独断的です。イエスは弟子たちに堅固な信仰心の必要性を強調しましたが、盲目的信仰を進めたのではありません。盲目的な教条主義を見るたびに私は心が痛みます。なぜならそれが多くの人たちの真剣な関心を神から引き離してしまった原因の一つだからです。神に関心のある人はまだ大勢いますが、神を真剣に求める人、この神の夢のドラマから抜け出す道を探ろうとする人は少ししかいません。神の贈り物に対して神に感謝する人は少数ですが、その中でも神と接触できるほど深く科学的に探求している人はさらに少数です。神を真剣に求めるならば科学的方法を学ぶべきです。宗教はヨガによって科学的になる。ヨガは明確で科学的です。ヨガは段階的修行法によって少しずつ自分の進歩を確認しながら、最後に自分の魂を神に合一させます。ヨガは教義の違いを超えた信仰の実践を重視します。私の先生、グル・スリ・ユクテスワはヨガの効果を称賛されましたが、それでも神を知るまでの道程が決して容易ではないことを指摘して、いつも私にたゆまず努力するよう注意されました。私はその教えを守って努力しました。そして、グルが約束してくれた結果を手に入れたとき、私はヨガの素晴らしさを知りました。自分の信仰に時間を割かない人は、神についても未来についても全く知ることができません。大概の人は宗教的探求にはほとんど努力していません。仮に努力していたとしてもその深さと真剣さにおいて不十分です。夜の時間をもっと神と共に過ごすべきです。あなたは必要以上の睡眠をとって多くの貴重な時間を浪費しています。夜はあなたが神の国の探検に余念なく熱中できるように、この世の誘惑に幕が下ろされます。神はあなた方に夜はこの世のことを忘れてご自分を求めてもらいたいために、すべてのものを覆い隠す闇を作られたのです。聖典や SRF のレッスンを読んで瞑想しなさい。そうすれば栄光と至福があなたを訪れるでしょう。これほど素晴らしい経験を与えてくれるものは他にありません。嘘だと思うなら試してごらんなさい。もし神が見つからなければ、それはあなたの瞑想の努力が不十分だからです。一度や
二度海に潜って真珠が見つからないからといって海のせいにしてはなりません。あなたの潜り方が足りないからです。十分な深さまで潜らなければ神という真珠は見つかりません。もしあなたが宗教を実践する上で明確な科学的方法を取り入れなければ、それは単なる良心の慰めに終わってしまうでしょう。私は毎日曜日教会へ行っているという人たちもほとんど何のために行っているのか分かっていません。説教が終わってアーメンと唱えると、もう次の日曜日まで教会のことは忘れてしまいます。愚かなこととは思いませんか？神と交わろうとしないで何のために教会へ行くのでしょう。神は十分な熱心さを持って口説けば必ず会うことができると聖者たちは言っています。しかしその努力はすべて自分でしなければなりません。日曜日に教会へ行くだけでは不十分です。何人かの仲間たちと一緒に瞑想するのも良いことですが、最大の努力を夜の時間の活用に向け、一人になって瞑想しなさい。あまり人とばかり一緒にいすぎることは健康にも神経を休める上にも長生きをするためにもよくありません。彼らのほとんどはあなたから何かを得ることしか考えていません。あなたの最高の幸福を考えてくれるのは神とあなたのグルくらいなものです。そして賢明なグルがあなたに教えることはただ一つ、神を求めよということです。人にも神を分かち与えなさい。神について語ることは神に対する最高の奉仕です。もしあなたが誰かに罪の道は死の谷に通じ、瞑想の道は永遠の命に通ずることを説いて理解させたとしたら、それは彼に100万ドルより価値のあるものを送ったことになります。お金はいずれなくなりますが、神についての経験は死の門を通り抜けてその人についていきます。ですから神を知るために不屈の努力と苦闘を続けている人の姿を見ることは私にとっていつも大きな喜びです。私は今この世でいろいろなことを計画したり実行したりしていますが、それは皆神に喜んでいただくためです。私はそれを確かめるために仕事をしている最中でも心の中で、主よ、どこにおられるのですか？と囁きかけます。すると、私を取り巻いている世界が一変し、すべてが巨大な光に飲み込まれて、私はその光の海に浮かぶ小さな一つの泡になってしまいます。神の懐に抱かれた喜びとは、このようなものです。私が語っている経験は、科学的に努力すれば誰でも得られるものです。霊的法則に従えば成果は確実に得られます。もし成果が現れないときは自分の努力を反省しなさい。神を求める情熱と教えを忠実に実行する努力だけが成功への鍵です。深い瞑想を毎日規則正しく行わない人は、瞑想しても心が静まらず、すぐに諦めて立ち上がってしまいます。しかし一日ごとに努力を積み重ねていけば深く入ることができるようになります。私は今では全く努力する必要がなくなりました。目を閉じて霊眼の中枢を見つめると、すぐに全世界が消えてしまいます。しかし私もかつては何時間も座って感覚や雑念を追放する努力をしました。一時はいくら努力しても無駄だと考えたこともありましたが、後でその考えは間違っていることが分かりました。雑念と神との間には大きな壁があって、努力しない人はその壁を乗り越えることができませんが、不屈の闘志を持って努力する人はやがて心が静まり、無限なるお方の王国に入ることができます。これに引き換え、無益なことに時間を使いすぎた人は結局は何も得ずに外に取り残されることになります。神との交わりは人生の唯一の目標です。あなたもいつかはそれを理解しなければならなくなりますが、
と書く、大きな悩みを経験した後でないとわからない人が多いようです。それよりも、今のうちにそれを学びなさい。神はあなたを待っておられます。あなたも、いずれは神のところへ帰らなければならないのです。果たして、自分は天国に行けるだろうか、などという心配は、若げた心配です。そこは、あなたの本当の家であり、そこ以外にあなたの落ち着く場所はないのです。あなたは、それを、代償を払って手に入れる必要はありません。あなたは、神の似姿に作られた神の子です。だから、人間の仮面を脱いで、自分の生まれながらの神性を自覚すればよいのです。神を、我々の手の届かない存在と思わせるのはサタンである。人間は神の国に入ることなんかできない、などと考えてはなりません。そのような誤った考えを人の心に植え付けて、あなた方をこの世に引き止めようとしているのはサタンです。あなた方は肉体とともに滅びてしまうような存在ではないのです。私はこのことをグルから聞いたとき、喜びを抑えることができませんでした。そして以来、自分を罪人と思うのはやめました。あなたも自分を罪人と呼ぶのはやめなさい。それはあなたの内にある神性を冒涜することです。また、誰でも自分を罪人呼ばわりさせてはなりません。過去は問題ではありません。あなたは今もこれからもずっと神の子なのです。あなたを神の国の外に引き止めておける者は誰もいません。それを自覚しなさい。しかし同時に、あなたは神を科学的に探求しなければなりません。宗教の科学とは、神を現実に実感できるようになるまで、神だけが真実の存在であるとわかるまで、瞑想の修行を積むことです。私は昔、よく火葬場の空き地へ行って、この幻影の世界の背後にあるものを求めて祈りました。森の中に入って泣き叫んだり、屋根裏部屋に閉じこもったりして、その答えが得られるまで祈り続けたこともありました。そして、ある時、私は無数の世界が宇宙の母の宮足元でガスや蒸気を吹き出しながら燃えているのを見ました。そして、彼女の英知の光の中に魂の不滅性を妨げる私の妄想はすべて消えてしまったのです。